武家は日本における軍事を主務とする官職を持った家系、家柄の総称。江戸時代には武家官位を持つ家系を言う。抗議的に現代では武士一般を指すこともある。平安時代中期の官職や職能が特定の家系に固定化していく家業の継承が急速に進展していた。しかし武家を職能とする下級貴族も、また、 家の家として武芸に特化した家柄を形成し、その中から軍事貴族という成立記武士の中核的な存在が登場していった。これらの家系、家柄を指して武家もしくは武勇の家、武門とも呼ばれている。その後、武士を統率する有力な指導者が台頭し、東国に鎌倉幕府が成立すると、幕府及び鎌倉殿が武家と称されるようになった。 幕府及び鎌倉殿が朝廷に対し武力面で奉仕すると約束し、その見返りとして朝廷が幕府及び鎌倉殿の軍事警察権などを公認したことの繁栄である。武家という故障が定着すると、朝廷に仕える文官の総称としての公家が登場するようになる。長家に政務一般で奉仕する、訓家と軍事面で奉仕する。 武家という対比に基づいていた。軍事貴族でも、姓は源氏と、国かなれ官武兵士の家系は初代部の身分の中でも、後位である4以上に移譲されたため、これらの家系が、いわゆる、武家の当領の資格を持つと認識されるようになった。戦国時代には、各地の大名に対して、苦行階級を含む簡易の乱事が行われ、13位以上の位を受けるものも少なくなかった。 ことなどから、次第に、武家は、貴族階級の武士全般を指すようになった。徳川家康が派遣を握ると、公家と武家の官位は、分離され、武家の官位は、将軍から大名、旗本に与えられた。鎌倉時代初期の朝廷は、鎌倉幕府及び、鎌倉将軍家、もしくは、鎌倉将軍個人に官位を与えて、武家もしくは、関東と呼称していたが、上級の乱を経て、 幕府が朝廷を監視するため山城国に六原丹大を設置すると、武家の子は六原丹大のみを指し、幕府は関東とのみ呼ばれるようになる。しかし、有力御家人にも官位が与えられるようになり、これらも武家と呼ばれるようになった。一般庶民の間では幕府及び幕府諸期官、幕府権力を武家と呼ぶことも定着していった。室町時代には、室町幕府及び、 足利将軍家もしくは足利将軍や有力大名が武家とされた。町を行く武士たち江戸時代には諸大名や上層武士にも官位が与えられるようになり、これらも武家と呼ばれるようになった。継承をつけてご武家様と呼ばれた。江戸幕府は法令武器諸発徒を定めて武家を統制した。江戸時代の大名以下の武家の官職は因外の官とされ、 同じ官職名でも従来の公家の官職、定員数とは関係のない別のものとして扱われており、格付けをするための形式的な故障の意味合いが強い。武家の官職の格付けは、大名のランクに応じて明確に決められており、江戸幕府の幕藩体制の権威、秩序を守るために利用されていた。ありがとうございます。